私も万円競馬が少しずつ分かってきて、はい、クラス分けなんかも教えていただいたんですけれども、ここでは重量についてお伺いしたいんですが、はい、万円競馬で引く重量っていうのはどういうふうに決まるんですか？万円は荷物を運ぶというのが原則ですから、この重量が一番重要なんですね、はい、でそれは非常に細かいルールが決まってるんですけども、はい、まあ、ここで全部説明してもとても覚えきれないので大まかなところをご紹介しましょう。まずこちらをご覧ください、はい、これが負担重量の基本ルールですね、はい、まあ、クラスと時期によってそれが決まっていくんですけども、原則的に特別競争では普通競争よりも 2,30 キロ重くなると。で牝馬20キロ減とか 2,3 歳馬若い馬の1000馬は10キロ減とかですね、それから減量騎手の10キロ減、女性騎手の10キロ減っていう、こういうルールもあるんですね。で他にこう定量戦別定戦ってそれぞれのレースによってこういう規定で重量を決めましたっていうレースもあるんですけども、まあ大雑把に言えばとにかくクラスと時期によって重量が決まると、こういうことです。なるほど。減量騎手とか女性騎手っていうののこう、ね、得点は中央と似てますよね。そうですね。で肝心なのがその規定重量、まあ、これ基礎重量とも言うんですが、これがクラスと時期によって決まる、どういうふうに決まるかということですが、まずあの年度初めの2歳馬は480キロからスタートするっていうのをまず頭の中に入れておいてください、はい、でだんだんレースをするとあの地方競馬と同じように格付け、クラス分けが行われるわけですね、はい、その格付けが行われた後の規定重量の一覧表がこちらです。細かい細かい、これはね覚えきれないですよ。私もこれ全部頭の中入ってるわけじゃないんで、ね、そうなんですね、はい、ただあの左側にこの開催第1回から第3回とかね、で年間に26回開催あると、はい、最後の25回から26回はこういう規定で、規定重量でやりますよってこういう一覧表になってるんですが、はい、これをもっと分かりやすくすると、まあ、ここを覚えてくださいというのを加えたのが今度はこちらです。はい、一番上に書いてあるクラスが上がれば上がるほど重量が重くなる、うん、それから左に書いてあります、年度末が近づくほど重量が重くなる、はい、だから春先、ね、4月に始まってだん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 荷物を重くしていって、でクラスが上がっていくと上がっていくなりにまたその重量も重くなっていくと。なるほど。でこれが一般戦の重量なんで、特別戦はこれに20キロあるいはシーズン途中からはですね30キロ余計な重量、余計って言ったらおかしいですけどそういう重量を積んでレースを行うと。でまた特別戦の中にもそれから、重賞競争の中にもこれとまたちょっと違うルールで、決めるレースもあるわけですけども、だん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 増やしていくと。普通のレースはね、はい、だん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 こう強くなれば、まあ、速いっていうことでいうとスピード速くなりますよね、はい、ところが万円競馬の場合には荷物が重くなるんで、いいレース、格の高いレースほどだんだんスピードが遅くなる傾向もあると。そうか、そうですよ ね、それだけこうハードなこう重い荷物を背負って歩いてるんですね、という傾向もあるんですね。そうか、で最後にどん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 重くしていって、はい、一番いい馬の一番格の高いレースってことで万栄記念1トンを引くレースっていうのがあるわけですよ。万栄記念1トンだけは覚えてました。そうそうそう、だからこれがもう最高峰レースなわけですね。なるほど、はい、じゃあポイントとしてはクラスが上がれば上がるほど重量が重くなって、でまた時期によっても引く重さが変わると、はい、いうことですね。じゃあ重量がこう重くなっていくとどんな影響があるんですか？はい、それについては現地専門家の VTR が届いていますのでご覧いただきましょう。あの平地競馬もサラブレッドは筋量の影響でねレースぶりが変わるということあると思うんですけど、万栄の場合ソリの重さ、この重量が変わるとバンバに対して影響などはあるんでしょうか？やっぱり荷物が重くなればなるほど負担ってかかると思いますし、普段こう走る分にはあれですけれども、やっぱり万栄競馬って2つの障害がある、特に2障害のところには大きな山になっているんでね、そこの腰の入りにやっぱり多少影響は出てくると思いますけれども、やっぱり非常に障害の上手な馬っていうのが、特別戦で荷物が重くなればなるほど活躍する傾向にはなりますよね、まあ、例を挙げれば足の遅い馬がなんですけれども非常に障害が上手で、みんなが先行くけども障害止まる馬が出てくる
後ろから来ても足が遅くても障害上手なら十分に出てくるっていう形になりますから、荷物が増えるほど増えるほど障害の上手な馬っていうのは活躍しますね。まあ、ペース次第でね、障害までに息を入れていかれれば障害を上げやすくなるとかね、それから、やっぱり荷物が重くなれば、反りが重くなればその障害を上げるのが大変になるので、障害得意な馬が強くなるとかね、好成績を残すか、そういうことになってくるんですね。バイエンは大雑把に言うとスピード型の馬とパワー型の馬っていうのに分かれる、まあ、両方の能力を持っている優秀な馬もいますけど、はい、と春先のこの目方が軽い時、負担重量の軽い時はスピードタイプが活躍をして、だんだんシーズンが深まっていくにつれてパワー型が台頭してくるっていうような傾向も見られると。なるほど、じゃあ時期によってこうちょっと色が変わってくる、はい、ところもあるっていうことですね。だから重要、重量が重要と、こういうことになるわけですね。なるほど、はい、まあ、こう障害を上げる時だけじゃなくて、やはり先ほどおっしゃってたように、はい、こう平らな場所でも重ければ重いほどやっぱり大変は大変ですね。それは負担がかかりますからね。だから最初に馬がちょっと重たい荷物を引く時にはおっと思うらしいですよ。進み始めるいつもより重いなとかね。へ特に万栄記念なんていうと、はい、まだ1トンをレースで引いたことない馬が引くとなるとね、あれ今日違うぞっていう風に感じるらしいですけどね。そうですよ ね、 ね、もう私本当に万栄記念が1トンっていうのしか知らなかったんですけど、はい、本当に細かいルールがあって、さらに重量の変化というのが大きく影響してくるとそういうことですね。で、万栄記念1トンって言いますけど、はい、実は1トンともうちょっと重たいものを引いてるんです。もうちょっと1077キロ引いてるんです。1トンプラス77キロ。1077キロ。万栄重量というのは、はい、ソリの重さなんです、はい、機種の目方は入ってないんです。で、機種は全員77キロで揃えることになってるので、万栄記念の場合には1077キロを引くってこういうことなんですね。なるほど、じゃあ新聞に載ってるのは万栄重量で、はい、騎士の重量とはまた別にあってことなんですね。そうですね、はい、はい、77キロに統一ってでもおっしゃってますけど、これどうやって統一するんですか？77キロに騎士が合わせる、まあ、普通のレースでも54キロで乗る機種が自分の体重が52キロだったとすれば2キロ分の重りを、はい、乗せますよね、はい、でこれは万栄の場合にはその重りを、それぞれが体重と調整して77キロになるようにソリに乗せるんですよ。そうやって走る。じゃあなんか重りを持ってソリに乗るんですか、はい、ジョッキーは重りをソリの上に置くんです。それがね、弁当箱って言われてるこれですね。へえ、あ、お弁当箱みたいだからっていうことですか？そうそう、だこれが体重が軽い機種だと大きい弁当箱で、もう体重ギリギリ77キロちょっと足りないぐらいの機種だったらほんのちょっと の、 おかずでいいっていうお弁当でいいわけですね。なるほど、はい、いやサラブレッドの競馬と同じように機種の兼量というのもあるわけですね、はい、そうですね、はい、この動画を YouTube でご覧の方は関連動画もクリックしていただいて、他の動画もぜひご覧ください。概要欄にはこの動画シリーズについて書かれていますので、そちらもぜひチェックしてください。ご覧のチャンネル登録もよろしくお願いします。